電験三種理論、令和5年下記問題5、令和元年問題6について解いていきます。この問題は、この回路における、抵抗 R で消費する電力は何ワッとかを求める問題です。まず、電流計は5アンペアを示していると書いてあります。これは電流計の記号です。ついでなんですが、一般的には電流計は、このように丸の中に A と書いただけの記号になります直流の電流計の場合は特に A の下にこのような線が書いてあります交流電流計の場合は A の下に波線が書いてありますこの問題ではこの抵抗 R で何ワット消費するかが問われています解き方は大きく分けて2つありますまず解放1最初に抵抗 R が何オムか求めてその次に 電力の公式 P イコール RI2 乗を用いて解く方法です。もう一つは、抵抗 R を求めて、電力の公式 P イコール R 分の V2 乗を用いて解く方法です。まずは解法1で解いてみようと思います。まず、この並列接続になった抵抗について、合成抵抗を求めます。並列の抵抗の合成の公式は、 合成後の抵抗を r とした場合、r 分の1イコール r1 分の1プラス r2 分の1になります。さらにこの式を変形させると、r イコール r1 プラス r2 分の r 1かける r 2となります。では、この公式を使って合成抵抗を求めてみようと思います。合成抵抗を r' とします。抵抗 r オームと5 0オームの合成は r、r プラス50分の r かける5 0です。では次に、 回路全体の抵抗を求めようと思います。ここに10オームの抵抗があります。この10オームの抵抗と合成抵抗 r オームは直列に接続されているものと考えます。よって回路全体の抵抗は10プラス R プラス50分の R×50 です。ではここでオームの法則の公式 V イコール IR を使います。V に当たるのはこの全体にかかっている電圧 100V。I は電流です。 ここで5アンペアの電流が流れてますので、i は5になります。r に当たるのは全体の抵抗、10プラス r プラス50分の r る5 0です。では、この式を整理していきます。100と5を5で割ります。このようになりました。両辺から10を引きます。そうすると、 ここは20-10で10、10-10で0になります。このような式になりました。両辺に r プラス50をかけます。この分母の r プラス50と先ほどかけた r プラス50を約分します。カッコ r プラス50と10をかけ算すると 10r プラス500になります。ではこの左の式と右の式を左右逆にします。 10r を左辺に移行します。そうするとマイナス 10r になります。50r-10r で 40r になります。0を1個分約分します。4を50の下に持ってきます。4分の50となります。これを計算すると12.5となりました。抵抗 r は12.5オームと分かりました。次に、 抵抗 R の部分を流れる電流を求めます。この電流を I1 とします。こちらから5アンペア流れて、こちらに I1 が流れますので、ということは、こちらに流れる電流は5、5マイナス I1 アンペアとなります。この R オームのところと50オームのところは並列接続ですので、この両者にかかる回路では電圧が等しいです。 R オームの抵抗にかかっている電圧は、抵抗かける電流で Ri1V となります。こちら、右側の50オームにかかる電圧は、電流 5-i1×50V となります。これらは等しいです。R は12.5と分かっていますので、R に12.5を入れます。5-i1×50 を計算すると、250-50i1 となります。 マイナス 50i1 を左辺に移行して 12.5i1 にプラスすると 62.5i1 となります。62.5を分母に持ってきます。これを計算すると4となります。こちら抵抗 R に流れる電流 i1 は4アンペアとわかります。ここで電力の公式 P イコール Ri2 乗を使います。R に当たる抵抗は12.5オームです。i に当たる電流は 4A ですこれらを代入して計算すると200となります。よって正解は、括弧5番の200が正解となります。ところで、並列回路を流れる電流の求め方で別解がありますので説明いたします。このように R1、R2 の抵抗が並列で接続されているものとします。こちらから iA の電流が流れてくるものとします。 R1 I1 に流流れる電流をとします。この電流 I 1を簡単に解ける公式が R1 プラス R2 分の r 2かける i となります。知っているとかなり便利な公式ですので覚えておくことをお勧めいたします。注意してほしいのがこの分子のところは R2 です。こちら抵抗 R1 側の電流を求めるため何となく R1 を代入してしまいがちですが。 こちらと逆側の R2 が分子に来ますのでご注意ください。では、この公式を使って電流 I1 を求めようと思います。R1 に当たるのが12.5オーム。R2 が50オーム。I に当たるのが5アンペア。これらの数値をこの公式に代入すると、このような式となります。これを計算すると、4アンペアとわかります。あとは、電力の公式に当てはめれば、 先ほどと同じ計算となり200と求まります。解放2の解き方について P イコール R 分の V2 乗の電力公式で求める場合を考えます R は先ほど求めたように 12.5Ω ですこの並列接続の抵抗の合成抵抗を求めます並列の抵抗の合成の公式はこの公式となります R1 に12.5 R2 に50を代入すると、このような式となります。これを計算すると、10となります。つまり、この2つの並列接続された抵抗の合成抵抗は10オームとなります。この電圧を VV v と考えます。ここに流れ込む電流は5アンペアで、この全体の抵抗は10オームですので、電圧 V は電流×抵抗により 5×10 です。計算すると、50となります。 この箇所にかかる電圧は 50V。電力の公式 P イコール R 分の V2 乗を用います。抵抗 R は12.5オーム。かかっている電圧は 50V。これらを代入すると200と求まります。よって括弧5番の200が正解となります。以上でこの動画は終了となります。お役に立てましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 ご視聴ありがとうございました。